はい、自己紹介します。TSS プロダクションのめっちゃ会社で福田ひかると申します。通称ひかる D でやらせていただいております。よろしくお願いします。そしてあ、TSS プロダクションの新入社員のいつまりゆうかっていう、ね、今年はね、はい、元スクール生の段原りりです。よろしくお願いします。お願いします。こんなね、会社の社員が配信するってあるこんなこと。本当ですよ。会社の私もちょっと見たい。今どんぐらい来とるんですか。見てもよ、44人早い。そんな鉛筆さんって 何鉛筆さん、今ね、コメント、あ、もうコメント見よう。江本さんはですね、今日は何ですか、お仕事何ですか。仕事で、うん、ちょっと来れないということで。そうなんですよ、初ですよね。多分アッシュ劇場超会議のショールームをするにあたって江本ちゃんがいないのは初です。そうです、今回初めて。どんなゆるい配信になるのかお楽しみに。お手柔らかにお願いしますね。皆さん本当おもっちゃん見てますかね。そうなんですよ、ちょっと嬉しそうな二人って言われてそんなことないですよ。なんかすごい、でも安心じゃない。いつものなんかいつ噛まれるかみたいな爆発感はないからね。ひかるちゃんだから、はい、ちょっと恐怖症だから。そうそうそう、えもっちゃん恐怖症入りつつあるから、愛のあるいじりを。そうなんです。あ、エモちゃんの強烈ないじりを欲してしまうんじゃないですか。それが今回でわかるかもしれないです結局あ、おらんでもいけたなみたいなってなる可能性もあるそうですね。やっぱエモちゃんの、ね、いじりが、ね、めっちゃドMのドMみたいな。あ、そう、今日本当は2人で配信の予定じゃなかったんですよ。そうなんです、もう1人3人で女子会配信の予定だったんですけど、チラリしますね。あ、しますね。あ、チラリ。いや、どんなチラリ。この方ご存知でしょうか。こういう方がですね、誰？チラ。こっち？これ発表会の、9月の発表会の時のアッシュ W で披露した時の写真なんですけども。アッシュ W。ちゃんと了承済みなんで。写真を出すということは、いいよっていう許可をもらってます、はい、もらってますので、アッシュ W、 大人のクラスのメンバーの方ですね。お名前がじゃじゃん、じゃじゃん、吉田美幸。ん、吉田美幸見えるこれ。見えてるかな。吉田、あ、見えてる。 AD がちょっと薄い。吉田美幸 AD さんなんですか。そうなんです、私と同じくですね、 TSS プロダクションの制作部でディレクターをしている子なんですけども、あ、私がですね、STU48 の番組をやらせていただいてるんですけども、はい、その番組でこう AD として入ってくれるような私の後輩に、はい、直属の後輩にあたる女の子でして、ね、私にとっては先輩です。先輩、そう、間ですね、ちょうど。そうですね、皆さん覚えていただければと。そう、3人で女子会すごく楽しみにしてたんですけど、ちょっと今日はいろいろありまして、いろいろありまして、はい、諸事情でお休みになってます。またいつか機会があれば、ね、ぜひぜひ3人で女子会したいなって思ってます。見てくれてるかな、それはね、どうだろう、見てくれてるかな。で、今日アッシュ W、そうなんです、私たち3人とも今アッシュ W で大人女子でやっておりまして、アッシュ W っていうのが18歳から29歳の女性のクラスを、うん、アクターズスクール広島やってるんですけど、3人で昨日も練習しましたね。そう、ちょうどそう、昨日金曜日だったから、そう、レッスンがありまして、ね、次の発表会に向けて今練習中なんです。新しい曲を練習してます、うん、いや本当にみゆきさんとひかるさんにもう本当にリーダーサブリーダーなんですよ、本当にリーダーサブリーダー、本当になんかすごい頑張ってくださるし、本当に、まあね、いや、はい、すごい大きい存在です、アッシュ W にとっては。そうですね、はい、リリちゃんもです。で、まあ、今日は女子会ということで、お、何何これ、お茶会でもしながらどんだけゆるい配信になる。紙コップがしかもなんかちょっと可愛い、真っ白のじゃない。あ、ちゃんとお茶です、お酒じゃない、はい、お次します、ありがとうございます。あ、どうもどうもどうも、あ、結構ああいう感じで、ありがとうございます。あれは私も、はい、すごい、はい、この2リットルの2リットル2リットルが 1.5 リットルの麦茶をね、飲み切る勢いでいっぱい喋りたいと思います、はい、すいません、
先に。ありがとうございます。あ、女子会締めますか。はい、ただのお茶。そうなんです。乾杯。はい、乾杯。よし。いいね、なんかこのゆるい感じがいいですね。そう、あの好きに飲んでいいです。うん、いいです。はい。うい。女子会なんで差し入れ、差し入れがあるんだって。すごい。いや嬉しい。あ、すごい。え、すごい。え、で女子会なんで差し入れがあるらしいです。待って待って。え、でも美味しそう、美味しそう。え、なんて書いてある、これなんて読むんですか。ご、ごうから？めっちゃ辛いみたいな意味ですよね、これ多分これ。やったー、いつもないのに。あ、すごい。翔さん、秋の新作長。いや、めっちゃありがたい。女子に優しい、翔さん。女子が好きなやつですよ、女子が選ぶやつ。やったでも私辛いの苦手なんですよ。あ、辛いの好き、私。ご存知ですよね。そうなんだ。ご存知だと思うんですよ。辛いの苦手なんですよ。やった、食べよう。辛そう、めっちゃ辛そう。それ多分超辛いよ。ね。いや、そう、ただのお茶なんです。うん。うわ、なんだって、匂いが辛い。あ、もう無駄。これやばい。絶対。え、ちょっとなんだろう、すごい。山椒？めっちゃ赤くないですか？待って待って。え、でも、ちょっとあとチョコで、あと。あ、そうね、すぐなんかお口直しできる。お口直しできるように。辛いの、これ持っとけ持っとけ、これせーので食べましょう。いいよ、辛いの大丈夫ですか。え、大丈夫大丈夫。え、大丈夫なんですか。超好き。でもこれ私一人でも大事にそうな感じ。いただきます。これ何だ。おかき、おかきゆるいな、ほんと141人。うんうん、おいしい。いけるくない、これ。何の配信これ大丈夫。私はもういきらないです。ほんまに。かんだ、かんだ。え、ほんまに。え、辛い。胡椒、え、胡椒辛い。胡椒、黒胡椒。そうそうそう、すごい。雷のごとく舌を貫く赤唐辛子かける黒胡椒。鼻水出た。辛い。え、全然美味しい。いや、チョコチョコ、アメリキッサやばい、めっちゃ女子会ですね。全然ね、大した食レポ。秋の新作、うん、食レポしましょう。じゃあこちら、うん、おいしい。こうやってやるんでしょ。これはいらない。すごい。プレミアムダーク、うん、絶対いらないですよね、これ。プレミアムダークやっていたかった。コスメ道具とかこうやってなんかやるんやってみたいですよね。やりたいな。化粧そんな得意じゃないですけど、まあ、ないけど、うん、今度みゆきさん入れて3人みゆきさん多分ね、メイク配信しましょう。美意識高いはずだからな、はいはいはい。秋の新作どうですか。あ、うん、美味しい。これめっちゃ美味しいです。おすすめです、これ。これがやりたいだけじゃん。これめっちゃ美味しい、おすすめです。本当だ、美味しそう。うーん、美味しい。やった、めっちゃ時間じゃないですか。ちょっと吉田さん、この時は絶対しないですから、このそうです。今日だけすいません、こんな感じでやらせていただければと思っておりまして、あ、ちゃんとアッシュ劇場のねお話もやりますんで、ちょっとお待ち、ね、待ってください。皆さんがね、何見せられてるんだみたいな。そうですよね。俺は何見てるんだって。流しながら、まあ、流しながら見ていただければと思います。冬はメルティーキス買っちゃうよね。冬だからね。はい、うん。さてさて、お話ししますか。どれ行きましょうか。そう、まずアッシュ劇場ボリューム10、うん、はい、10っていうの、ボリューム10が11月24日日曜日にあります。あります。もう来週ですね。お、早い。そう、早いな。でもこの前、そう、10月末にやったから、そうかそうか、あっという間にアッシュ劇場ボリューム10です、うん。24日日曜、はい、タイトルが叫べ秋のエモエモ祭り。エモエモ、エモエモです。エモちゃんのエモ、エモちゃんのエモ。確かに、確かに。エモとさんのエモ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 な感じで、うん、ね、あ、これコメントでしょ。そう、これがまあ年内最後の足劇場なので、賑やかな、もうとりあえずもうめっちゃ盛り上がるエモいライブにしたいっていうことで。エモいとは、エモエモライブです。エモいとは知ってます？リリちゃんエモいって。なんかさっき言ってましたもんね。もう忘れたけど。うん、エモーショナル。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 なんか感情を動かされるみたいな、揺さぶられるっていうエモーショナル。調べたんですか？
いや知ってた。嘘ですか。ラテンに何年生きてないよあなたよりも。そんなに変わんないですよ。いやだいぶ変わるよ。8個ぐらい違うよ。いやそうだ、ね、あら同じ20代ですから。そうエモーショナルってほら。あ皆さん知ってるんだエモーショナル。あの感じで。あノア君だ。ノア君。どういうこと？あの A クラスのノア君。ノア君エモーショナルって英語で書いてくれてる。できるんですよ。すげえ。あそうかさすが。そう。エモいって流行ってますよね。勉強しとこう。エモーショナル、エモーショナル、うんうん、シエモーショナル、エモーショナル。あもうかけるわ。シャ。エモーショナル。エモトさんに聞いてみよう。はい、エモいって何だと思いますか。どうやって聞いてみます。絶対俺って言う。俺のこといいっす。絶対嬉しそうに言うだろうな。絶対言いますよね。はい。はい、今回、ね、一部二部制でやります。うん、前回はそう、ね、一部だけ一部だけというか一回だけだったんですけど、そうなんですよ。うん、今回はまた。あの前の足劇場のように一部と二部制、はいはいはい、一部と二部が間休憩挟んで、うん、休憩っていうか、まあ、分けてるのか結構そうですね、まあ、間休憩は 2,30 分やってるので、うんうんうん、はい、その間に休憩していただけます。はい、いただきます。やばい、あんまさ進行なんだって。やばいやばい待って、はいはい、私次次、そしてですね、ファンの方に、え、これはこれはこれのことでしょ。あ、そうですよ。ファンの方、あ、違いますよ。これは違いますよ。あ、じゃあこれ違う人か。そうすいません、慣れてない。一部二部制で。これは誰のことなの。これは、まあ、あのそうちょっと卒業したりとかね、する子もいるかもしれないんで、ちょっといろんなファンの方にご挨拶したい生徒も来る予定なので、うん、皆さんぜひぜひ、はい、来てください。ぜひぜひ、うん、最後の挨拶を聞いていただければなと思ってます。あとですね、はい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 、あとダンバラさん新ユニットを結成するんじゃないかっていう噂をちらっと、それをここでもうまだ、そうなんですよね、なんかっていう噂ですよね、噂を聞いてますよ。そうなんですよ、ちょっと新ユニットもう私とかじゃないんですよ、しかも私が言うのもないんですよ。私ないんですけど、誰かと何かをするらしく、それもこの新ユニットじゃないですからね。新ユニットじゃない。いや、もうそう、この日に向けて、まあ、ちょっと数日練習しよう、練習しよう。そうなんですよ。時間取って、2人で、2人でって言っちゃったけど。そうなんですよ。そうなん。そう。私も大好きなこと。私も知ってる子なんですよ、ちなみに。そうですね。そう、まあ、言うたら、アッシュ W の、もうめっちゃ言っちゃうっていう噂じゃないっていう。そうなんですよ。ダンバラ with ブラックローズはすごかった。あれね。前回。そうよ。そうなんですよ。コピーリサイトしちゃった。だってもう、ジュースジュースの曲をね。そうなんですよ。あのブラックローズちゃんが披露して。ポーサムに入らせていただきました。しかもルルちゃん、あの妹ちゃんの、ところ、ヒカルさんめっちゃ好きなんです。でもめっちゃ好きやつ、カラオケで私めっちゃ好きで行っちゃうと歌ってましたみたいな。ジュースジュースの人それだっけ、人それ、もう人それ、もう略してますね。わかります、全面一人で、わかるわかる、え、全面、あ、一人で生きられそう、それってほん、それって褒めているの、あ、惜しい惜しいですね。一人で生きられそうって、それってね、褒めているの、それってねえか、そんな長いですよね、なかなかないですよね。そうなんですよ、入らせていただきました。うん、みんなかっこいい姿がね、また入りたかったから、またカラオケで歌ってもらえる。いや、そう、前回、あの前、めっちゃ話飛ぶんですけど、あの女子の女子会飲み会したんですよね。やったね。あの T ブロの、その社員、希少な女子でT ブロの中の希少な女子たち4人で、そうなんです、もう入れてもらえてすごく嬉しいです。愚痴ばっかり言ってね、私がね、すごい新入社員に愚痴ばっかり聞かせるっていう回だったんですけど、私がいやいや、そんなことないですよ。そうでカラオケ行って、そうカラオケ行って、もう特等席でリリちゃんのルルちゃんを聞きました。リリちゃんのルルちゃん、そうなんですよ、歌わせていただきました。そうなんですよ、かっこよかった、本当に、ね、うん、私がお酒飲むなんてファンの人びっくりするんじゃないですか。あ、ね、そうか、そんなね、私2年前にスプラッシュ卒業したんですけど、10代その時まだ高校生、あ、大学生か、大学1年生だったんで、そうかそうか、やっと最近飲めるようになったんだもんね。そうなんですよ、もうお茶飲めないお茶飲んでる方が大丈夫ですか。ちょっと喉乾いちゃって、そうなんですよ、はい、という感じの、どういう感じの、という感じの足劇場になっておりますので、途中飲み会の話を挟みましたが、足劇場早い、はい、やっと15分終わったこれ1時間持つんですかね。ちょっと誰かコメント、とりあえずコメント見ましょう。うん、
ヒカルディ捨てられたのか。そう、捨てられちゃったよ。いやいやいや、お酒はお酒は強い？リリちゃん弱いよね。私めちゃめちゃ弱くて、うん、なんか酔ってふわーとかじゃなくてもうえってなるんですよ。そうそうそう。そうなんかトイレ行って戻ってこんなみたいな。そうそうそう。大丈夫かなって。うん、このあそうですよね。このまた別のあれです。また別。そうなんですよ。弱い。私は強い方かな。ジュースみたいなんだったらもうガバガバ飲める。結構飲んでましたよね。結構飲んでたと思う。ご飯とか。でも眠くなっちゃう。え、でも可愛いじゃないですか。眠くなる系女子に私もなりたいんですけど。いやいや。眠くなっちゃって。本当にいいなと思って。なんで自分でやって出れないでください。いかないな、こういうのがこういうのがいけない。そういやでも江本さんがいないから自分からしないといけないですもんね。そういうタイプのお二人でございましてね。そう、私も強いんですよ。あとはなんだって。ね、劇場は、ね、1時間じゃ短いって言われてるけど本当に本当にやってみても15分よ大丈夫見てください1時間刺激かな何時からあそうあ、はい、刺激場一部が13時30分から、うん、13時30分からはいでチケット の受け渡しは12時半からやりますので、うん、その前にちょっと並んでいただいてって感じですね、はい、で一部が13時30分からあって二部が15時からの、まあ、予定ですはいまあ、一部が終わってちょっと休憩取ってって感じです、うんうん、はいはい頑張っておりましてそうですよそうチケットの締め切りが阿修劇場の11月21日木曜日までなのでそうもういただいてる方もたくさんいるんですけど申し込み、うん、そうですねまだまだ期限あるのでそうですね来週の木曜までですお申し込みくださいこれはね見ていただきたいですねやばいもう汗が止まらない私暑いですね。いいよ。暑いっしょ。暑いっしょ。暑いですね。うん。リリちゃん元気元気ですよ。めちゃめちゃ元気です私。酔ったおかげ。頑張るユニット。新ユニット。室川さんかな。あ、そう。室川さん。ああ、私の新ユニットですか。あ、そうそうそう。これはもう内緒ですよ。そうなんですよ。2部登場予定。2部、うん、すごいね2部に出てそうなんですよなんか一部の中でこの子やりたかったんですけど、うん、ちょっとなんか2部でレベル高いよ2部はいや本当にね期待しないでください、うん、本当にあでもあの、うん、そう頑張ってるんですけど、うん、どっちやねんだって見てほしいけど、うん、あんまり期待はしない一生懸命頑張ってるよっていう暖かくね。あ、そう、暖かく見守っていただければ。やだ、緊張する。こんなに今回、まあね、そうよ、言っちゃったから。ちょっと練習頑張ろう。あ、大丈夫かな。頑張って。誰が出るんやろ。あ、劇場誰が出るんやろ。あ、適当に見どころ言います。劇場の見どころ一部も言っていいですか。うん、ちょこちょこちょこっと。一部。一部はあの動画で生徒たちが応募してくれた動画の中からいつも選んでるんですけど、うん、今回高校生そうそうそう、うん、あのオーディションであなるほどごめんなさいたまにタメ口になっちゃういいよ全然そうそうそう慣れてるから江本さんにこの前指摘されて、うん、リリちゃんってたまにタメ口になるよね、うん、俺結構思ってるんだよねやばいと思ってそうだわもう一回気をつけますよ、まあ、大丈夫慣れたから、はい、慣れた慣れた最初思ったけど本当ですか、うん、めっちゃ思われてた私は全然いいけど、まあ、他のもしね他の上司の方々の、ね、もう長さんとかにタメ口使ったら大変ですもんやばいやばい後だからで足劇場一部出演者をちょっとチラチラっと紹介しようかなと思います、はい、まずあ野本ノア君うんノア君そう野本ノア君がワンオクを踊りながら歌いながらカワーってすげえ盛り上げてくれますこれは盛り上がるよノア君見てるかなまだ頑張ってるそうさっきそう3回あの事務局にいたからあそうなんだ頑張ってねって言ってうんエロあ頑張ってほしいノア君そうなんですよいいよねノア君あとこの9月に入学した F クラスの子が、うん、もう2ヶ月あ10月か10月に入学したからまだ1ヶ月しか経ってないんですけどちょっと今回足劇場のソロに
挑戦してくれる子が2名ソロ今2名そうなんです大丈夫っていうのもあれだけど大丈夫すごいね大丈夫なんですそれがすごい堂々と歌ってくれることを期待して、私も楽しみなんですよすごく緊張するだろうと思うけどいやまあね、はい、ここも皆さん楽しみです温かく迎えてあげてくださったらと思います、はい、あとはソロ初めての松本るいかちゃん、あ、るいかちゃん歌ってくれるんですよ。スタイルのいいるいかちゃんね、うん、みんななんかそれぞれ盛り上がる曲をやってくれるので、うん、皆さんコールとか一緒にしてほしいです。あの脇エリアとかでわーってやってますね。そうですよね。そういやー長谷川の新顔、新顔っていうか珍しい。そうなんです、初めて見るようなのばっかりじゃない。ソロのメンバー割と珍しいかもしれないです、うん、そう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 、皆さんがすっごい好きそうなあのモーニング娘さんのラブマシーン。おお、ヒカルさんもやば、ドンピシャドンピシャ、一緒に言ってくれたら嬉しいな。それは盛り上がりますよ。世代よ、世代でしょ。ワイワイワイダさん、そう、うん、そうなんですよ。そう、40今何期生だっけ。2期生でしたっけ。42期生42らしいですよ。ちなみにヒカルさんは41期生ですね。そうなん。あ、そっか、そっか、そっか。41期生か。41期生の足だ。なんだから言うわ。じゃあ、アクタースクール41期生のっていう。そうですね。うん、紹介の時には TSS プロダクションじゃなくて。いや、それはね、それは言い続けたい。TS、どっち先 ？TSS プロダクション。え、アクタースクール41期生 TSS プロダクションなんぐらいなんですか。長い長い。どれが長い。ないよね。めっちゃ長くなりそうか。そう、ちなみに19期生で、あ、大先輩。そうなんだ、大先輩じゃん。そんな引かないです。すごい。19って。そうなんですよ。そりゃすごいな。小学校4年生から実はここに、ね、まさか就職するなんて。この話何回もしてくる。ほんまね。でもめっちゃ話飛んじゃう。いいのよ、楽しい。うん、楽しいです。あ、一部ね。で、まあソロがそんな感じ。はい。雑。ソロはそんな感じです。ソロはそんな感じで、一部の。で、次ユニット。ユニット。はい。ユニットが今回ダンス。福山校の5人組がダンスを披露してくれます。うんうん、おお。ダンスだけですごいかっこよく盛り上げてくれるので、あ、これもすごい楽しみですね。福山校。おお。福山校の子って本当になんかダンスが踊り方がかっこよくて私好きなんですけど。なんか表情も、踊ってる時の表情もすごい好きで、あのさ、秋の発表会でさ、うん、フラミンゴ踊ってたじゃん。フラミンゴ良かったですよね。米津玄師。そうなんですよ。あれめっちゃかっこよかった。フラミンゴすっごいクールに踊ってくれてて、あれがもう忘れられんわ。いや、でも HW の他の子も言ってました。ねえ、それがすごい。あれめっちゃかっこよかった。その子たちってことよね、多分この子。女の子が歌うとまたいいですもんね。ダンスの披露、そうそうそう、ダンスを披露してくれます。 あと、うん、キッズクラスの2人組のすっごい可愛い子たちが歌いながら踊ってくれます。うん、いや、これはもう動画見てずっとニヤニヤしてました。めっちゃ可愛い。ね、だってね、かっこ年長、年中とか。年長さんと年中さんが。誰誰ちゃん、年長が歌ってくれます。あら、あ、可愛いだろうね。そうなんですよ。まあ他には、うん、カントリーガールズの愛おしくってごめんねっていう、今回ちょっとハロプロごめんねっていう曲があるんですけど、す、私すごい好きで、それがカントリーガールズさんのやるのがすごい好きで、これもすごい楽しみなんですよ。これも福山じゃない。そう、福山、福山校の5人が。でも結構すごい可愛い曲なんですよ。ブリブリみたいな感じの可愛い曲なんですけど、すごいクールな、クールなイメージの、私が勝手にクールなイメージの子たちが踊ってくれるので、すごい楽しみです。いやー、いいね。一部も公開はこれぐらいにしとこうかな。これぐらいにしときます。あと珍しい2人組、最後の珍しいんだ、ここ。え、珍しくないですか。でも分かんない、なんかツイッターとか見てたら仲いいんだろうなと思ってた。あー、でもユニット組んだりはしてるか、たまにユニット一緒に組んだりはしてるけど、うん、多分2人は初めてなんだと思うんですけど、すごい珍しい2人なので、2人組絶対見に来てください。見に来てくださいくらいですかね。今25分。ちょっとメルティーキスつまみますね。とりあえず私は普通に食べてるから合間で。メルティーキス、コメント見ますね。テキストあるよ。最後ショールームの情報を文字に起こすか、ツイッターでまとめてほしい。
いやでもショールーム見てる人限定ですから、まあまあ、この話は。まあ誰が歌手劇場出るよとかはまたね、発表があるかもしれないですけど、かと思います、うん、ね、福山のフラミンゴかっこよかったですよね。美味しいこれ。美味しいそれ。美味しいです。あ、でもチョコチョコのとろとろける。それがミルキーキッシュ。誰もこれに手をつけないっていう辛いやつ。一回きりでしたね。匂いが匂いがすごい。美味しい。限定という言葉に弱い一般人、うん。私もだってこれもあれですよ。秋冬限定ですよ。メルティーキス、うん、限定ものはやっぱみんなね、女子はそりゃ ね、 行きますよね。いや行くよ。限定コフレとか絶対買っちゃいますもんね。高いけどね。高いけど買っちゃうんですよ。ススほんと時間情報量、うん、去年みたいに年賀状企画またやってほしいな。何年賀状企画って何なんでしょうね。私も知らないんですよ。多分スプラッシュとかですよね。うん、多分なんか年賀状書きますよみたいな。なんかの特典だったのかもしれないです。あ、いいですね。はい、あ、そうなんじゃ、すごい嬉しかったんだ。今年ってでも間に合わなく、あ、まだ11月か。うん、クリスマスぐらいまでにね、出したらいいから。ちょっと相談してみます。うん。お茶ってこれからまだまだ。あ、大丈夫です。めっちゃめちゃ。私ばっかり飲んどるって水分の消費。ほんまになってね、喉乾くんよ。多分久々じゃっけ、ここから酒じゃない、酒じゃない、酒じゃない、ちゃんと麦茶だからね、麦茶ですから。めちゃめちゃ飲んでますけど、めちゃちゃんとお茶なんで。本当に飲み切るかもしれないですね、これ。ねえ、もう二人で。はい、そう、ランダムチェキは好評でした、うん、本当ですか。そう、そういう話ちょっとしたいんですよ。ランダムチェキ、ね、そう、前回ランダムチェキって言って、うん、出演者の一人の写真パシャって撮って、うん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 、そのチェキにちょっとメッセージ、うんうんうん、あ、足に来てくれてありがとうとか書いて、あのおみくじみたいにして、そっかそっか、そう、誰が出るか分かんない状態で販売したんですけど、あ、嬉しいな、嬉しい嬉しい、好評でした。あれじゃあまたね、でも今回ちょっとだけまた、そう、考えてます、物販、うんうんうん、まあ、ランダムチェキじゃないですけど、まあ、お、何かが、まあ、そんな、うん、あの、お、そう、私もいろいろ皆さんの意見を聞きながら物販考えていきたいので、こんなんがいいとかあったね、そうそうそう、そうそう、教えてほしいです、まあ、全部はね、そう、叶えられるかは分かんないけど、そうそうそう、こんなんがいいとかあったらまた教えてください。教えてください。うん、チェキ、チェキどうでした。チェキ、あ、そうだ、私、あ、そう、前回、そう、前回初めて、生まれて初めてのチェキ会をやっていただいて、チェキ会で限定5枚で5名さんで、そうそうそう、限定5名様が、うん、ね、すごい嬉しかった。でも5人がだって500円も500円もっていうのもあれ、いやでも本当ですよね、出して、うん、ってください、取ってくださいっていうか、もう並んでくださったのはすごい、なんか味わったことない嬉しさでした、うん、なんか、すいません、ありがとうございますなんかお手伝いも上げて私なんかのためにすいませんって言いながらいやなんか すごい頑張ってねみたいな感じで来てくださって、すごい、いやなんかあのヒカルニさんは、うん、あの限定5枚で販売してたんですけど、うん、私も実はそのダンバラ&エモトチェキっていうのを限定、ね、なんかちょっと調子に乗ったんですけど20枚で販売させていただいて、なんかスッと売り切れたんですよ、うん、あのあれで、私はそう早物勝ちみたいな感じのだったから、そう、先着だったから、そう、すごいシュッと売り切れて、なんか、まあ、5枚みたいな、私の方がちょっと売り切れたみたいで、なんかステージ上で、そう、あと限定20枚のチェキ券、あと3枚になってます、うん、残り3枚となっておりますって田中先生か誰かがこうお知らせしてくれたよね、アナウンスしてくれて、裏で私、え、売れてないんだ限定って何って、何意外と残ったなっつって限定もの弱いとか言ってたけど余ってましたからね。いやでも、でもその後ね、そう、ちゃんとありがとうございます、本当に、そうです、そうです、ヒカルディーがチェキ取った人にプレゼントを渡してた、あ、そこ、そこか、あ、でももうその時点では知らんじゃん、知らんって言った、いや今度からちょっともうヒカルディーチョコかあ、ドーナツでも用意しとこうかなしよう、今度は江本さんと相談しよう、ちゃんとブリッコポーズありがとうございました、残ってないですよ、撮ってくれた人かな、あ、ブリッコポーズしたんですか、どんなのですか、わかんない、何やったっけ、あんまもう覚えてないような記憶が、見たいです、見たいですよね、あ、かわいいっていうやつわかんない、やばい最高ですね、それ多分その感じしたような気がする、私も撮ってくださったので、
そう、こんな感じでやった気がします。そうでしたかな、たくやさん、そうでした。なんかいろんなポーズ、私もヒカルさんとチェキ取りたい、チェキ取りたい。なんかそんなのありましたね。ランダムチェキに田中先生をだって激レアですよね。1枚とか入れてたら、私が言うのもくじみたいです。そう、激レアですよ、そんな。チェキ券みくじみたいです。なんか今しめのコメント、なんかね、心に響くような一言ズバッて書いてある一枚引いた人、いや、こんなにこんなに喋ってたらたまにあのご覧になられてたりしますからね。ちょっとあの、そうですね、後で後で何喋ってんのとか言って大変だから何言ってんの光ちゃんって言われて田中先生欲しい。ダンバラ元チェキ3枚残った。残ってないですよ。残ってない、結局そう、ちゃんと売れた、売れましたね。ありがとうございました。いきますか。ついでに張さんも入れてください。張さん、やばい。張さん、ランダムチェキで。張さん、張さん、めちゃめちゃびっくりしますよね、そんな。嘘でしょ、嘘でしょみたいな。真顔。真顔なんか、え、でもそういうさ、いいじゃん、激レア。シークレット入れてたら、でも張さんはもうちょっとビクッとしますもん、私引いたら。いいと思う、面白いな、ありがとう、ありがとうございます、いろんな意見をね。はい、うん、はい、30分経ちました。お、折り返し。です。320人も見ていた。本当にありがとうございます。ただただ楽しいです。こんなんいきますか、ちょっとだけ。お、コーナーですってよ。今日コーナーが用意されてるみたいです。大丈夫か、コーナー、じゃあ、はい、コーナ ー, コ ー, ナー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これか、あ、台本大丈夫ですか。いっぱいあったから。どれ、あ、これか、これか、これでしょ。コーナーコーナーコーナーって進行大丈夫、せーのでいく、コーナーのコーナーが始まります。タイトルいきます。はい、せーの、エモエモアンサー、イエーイ。このタイトル言うまでのグダグダと、なんとエモエモアンサーというコーナーですけど、うん、そう、アッシュ劇場のね、叫べ秋のエモエモ祭りに、あ、そうか、そう、かけて、そうそうそう、かけて叫べ、今日は2人でエモエモアンサーっていうコーナーを、はい、したいと思います。なんかカードがあるらしいんですよ。